あんまり落ちがない階段っていうのが実はではあるということがあるじゃないですか、うん、ああそうやね、うん、よく結城さんと僕は話するんですけど、うん、落ちがない階段こそ、うん、何やろ、あれ、あの話ってありますね、うん、だからね、あの最近の、階段イベントも含めて本読んでもね、あの無理やり落ちのある階段が多すぎるような気がするんだよな。そう、全く同感ですね。ねえ、でそれあんた後でなんか適当に落ち付けたやろとかな持ったやろって、うん、そもそも持ってるやろのもう見え見えの話が結構多くてね、でそれがひょっとしたらまあ視聴者とか、うん、読者とかが求めてるんかやと思うんやけども、うん、それはちょっと違うような気するんだけどね。やっぱりそっちの最近はやっぱり YouTube でも怪談師っていうのが増えたじゃないですか。そうですね。で、なんかちょっとイケメン系の子とかいろいろかっこいい子が出てきて、はいはい、うん、結構30歳ぐらいの若い子がちょっと モテる怪談みたいなのやってますけど、うん、ちょっとあまりにも起承転結がはっきりしすぎてるような気がするんですよね。するね、うん、なんかうっさんくさいやろ。うさんくさいですね。そうだからね、あの確かにそのエンタメとしたらね、それはそれで一つの芸風かもしれへんけども、うん、あの、うん、あの、広い意味では怪談やろうけどもね、だけどそこで、ね、うん、これは実話ですが、というようなことを言うてしまって持ったらあかんと思うねな。まあ、そりゃそうですね。うん、うん、だから、その受けを狙うとか、あの、やっぱり、なんていうんですかね、あの、今度はもっと怖い話を求められてるから、そうせないかみたいな脅迫観念に怒られてね、うん、そういうことしてしまう人が多いと思うんやけれども、それは間違ってるよね、うん、はっきり言ってね。それは間違ってますね。ねえ、うん、やっぱり、うん、あの、ネタとして、これは何やったんやろう、あれの意味が分かれへんねや、不思議やな、で、終わってええと思うんよね。だって実社会でもあの、うん、なんか普通の人間同士の付き合いでも分からんまま終わることはあるじゃないですか。あ、そうそう、あるある、ね、それと一緒ですよ、そうですね、階段もね、うん、と思う、うん、だからそういう余韻を楽しむみたいなところがね、やっぱり階段の一つの、うんうん、もう一つの楽しみ方やから、うん、そうですね。あの、オチがない階段で一番おもろいってあります？これおもろい。あ、オチがないやつね、うん、例えそうやね、あ、これはね、あの実際うちの、 あの嫁さんがね、実際あの住んでるこの町で体験した話。そうですわ、ご自分の、うん、お前何見たんやみたいな話じゃねえけどね、うん、なんで、あの今あの私雲国際が住んでるのはあの京都のね、うん、あのビバリーヒルズ地区と毎回言ってますね言われてるね、うん、非常にあの選ばれた限られた人しか住めない場所あるけどね、うん、でそこには、はい、何十年か前にあの引っ越してきた時にね、はい、あの今でもそうやけども、あの町をちょっと出るともう田んぼとか畑が延々とこう広がってるわけなんですよ。で、田んぼとか畑が広がってるということは、そこをそ結ぶその農道というのもね、これはあの、うん、いっぱい伸びていって、うん、で、その農道というのは、まあ、狭い、まあ、幅2メートルあるかないかぐらいの、軽トラがやっと1台走れるかどうかぐらいの広さしかないんやけれども、うん、あのそれがうねうねとあちこちに伸びていてね、うん、で、そこはちょうどあの散歩道とかね、うん、うん、あのウォーキングの人とか、あるいは犬の散歩とか、そういうのにもよくみんな使ってる道があるわけなんですよね。なるんです、うん、はい、はい、でね、ちょうどね、犬飼ってた頃やから、だいぶ前や、もう10年以上前かな、うん、ちょうどね、梅雨の頃ですわ、季節はね、うん、でどんよりとね、その日は雨が降るかどうかいう感じで雲が垂れ込めて、うん、あの人の姿もよく分からないような時刻、ちょうど夕まずめ時、大曲が時と言われてる時間帯やね。なるほど。その頃ないけど、でちょうど犬の散歩ね、嫁さんが、私はあの会社があったからね、行ってたんやけども、うん、で嫁がね、夕方からその夜に移るぐらいのその時間帯に、散歩してたわけやねんけれども、うん、あのその農道を歩いていると、うん、
うねうねと回りくねって伸びてる先の方からね、5、6人のじいさんとばあさんが歩いてきよね、こっちへね、嫁の方へね、うん、でそれを見たら遠くやねんけども、まあ、杖をついたりね、あのよく老人が押してるあの手押し車みたいなのでしょ、はいはい、それをしたりして、でもゆっくりゆっくりおっちらおっちらと、もう足元もおぼつかんような様子でね、歩いてきよって、うんうん、でだんだん距離がこう近づいてくると、まあ、どの老人もね、みんな年いってて、で、うん、近所では見かけへん顔ばっかりやなと思ったよな、うん、こんな人ら知らんなと、うん、で誰やろなと思ってたけども、服装を見ても服装はちゃんとしてはるしね、うん、まあ、普段着という感じではない、まあ、どっちかというと様子行きみたいな感じでね、おお、なるほど、来てはんねんな、うん、でその農道の、まあ、近くに病院があるんですわ、はい、うん、で病院がね、でそれからそこのお見舞いの人かなと最初思ってるな、うん、はい、当然ね、うん、あそうかそうかと思ったんやけれども、ただ時間がさっき言ったようにもう、うん、夜に近い時間やからもうお見舞いの時間はとうに過ぎてるわけですよ。ああ、そうですね、うん、あ違うなと、うん、何やろなというふうな疑問を持って歩いてるうちに、その距離がだんだん詰まってきて、その5、6人の一団とすれ違ったわけやねんな。あ、すれ違ったんですか。はい、で狭い狭いでしたっけ、言うと幅2メーターもないぐらいのところを、うん、まあ、ちょっと違う、だ普通やったらね、うん、あのちょっと会釈するとかね、こんにちはとか、まあ、ね、うんうん、いうのが普通じゃないですか、まあ、こんばんはぐらい言いますよね、うんね、うんうんうん、せやけど不思議やったのは、その老人たちはみんなね、うん、ひたっとこう前を向いたままね、誰一人としてちらっともその嫁の方を見ようともしないんです。どういうことですかね。なんかね、一点をじーっと見つめたまま、もう疲れたように歩いてるんやって、うん、で変な年寄りの人たちやなと嫁が、まあそういうふうに思って、うん、で犬にまあ引っ張られるようにしてね、あっという間に、うん、まあ、すれ違ったわけやねんけれども、うん、でちょっと行ったところで今度は犬がおしっこするからね、うん、あのそこですぐ立ち止まったわけやねんな、うん、で すぐすれ違った後やってんけれども、やっぱ気になるんで、さっきの人たちがふっと後ろ、うん、嫁が振り返ってみたら、うん、その老人たち、うん、明らかに変やなと思ったことがあって、それは何か、うん、距離なんですよ。え、どういうことですか。えっと思うほど先を歩いてるんですよ。え、じゃあ移動したっていうことですか、あっという間に。瞬間移動みたいな。おかしいな、うんうん、だから今すれ違ったばっかりで2秒3秒ぐらいしか経ってへんのにね、犬のおしっこで立ち止まっただけから、うん、さっき言ったようにその足の悪そうな杖をついたり押し、あの車を押してるね老人たちが、うん、数十メーター先をね、うん、とうとう歩いてるわけなんですよ。おお、なるほど。だから絶対にそんな距離が稼げるわけがない、うん、ね、だからすれ違ってから老人たちが全力疾走したような距離やったね、それはね、嫁から言うとね、 ありえんですよね。ありえないんですよ、うん、でおかしいなと思ってんけれども、まあ犬のおしっこの時間が思ってたほど長かったのかもしれんとかね、あの、うん、フリンク時間がもうちょっと思ってたよりも時間があったのかなと思って、さっかくやったのかもしれない自然なということで、また犬の散歩を続けてね、うん、でやっぱり気になるので、やっぱりすぐに振り返ってみた、うん、嫁はさらにね、我が目を疑ったらしいねんな。どういうことです。老人たちね、うん、あのそのくねくねとその曲がりくねった遥か先の農道を、うん、やっぱりゆっくりゆっくり歩いていって、暗闇に溶けて消えてしまったという話なんですよ。やっぱりそれ例としか考えられないですね。そうなんよ、うん、その病院で亡くなった老人たちかもしれ分からへんしね。そうですね、うん、死後の世界に旅立つということで、そう清掃していったのかもしれないですね、うん、かも分からないですね、うん、なんか千葉で一人やってた時に、バイク乗ってる人が、うん、なんか電夜やのに電灯も何も持たんと、うん、
歩いてる人の行列に当たったんですって。で、何やろこの人たち、町内会の集会かなと思って待ってたんですよね。そしたらなんかあのとことろ行きよったらね、まあ、邪魔になるかなと思ったら、あちょっとどいてって言おうと思ったら、シュンって一瞬にして避けたんですって。あ、そう。でゾッとして帰ったっていう。ああ、同じような話やな、やっぱりそれも。いや、だから何なんですかね、あれね。こんなんやろね、やっぱり霊的なもんとしか考えられへんねんけどな。まあテレポーテーション、そんな老人が超能力者であるわけないですもんね。ないもんな。うん、そうですか。いやいや、おもろいね。じゃあ最後に、何か一つなんかとっておきの怖い話をお願いします。とっておきね、はい、そうですね、何がいいかな。ちょっと待ってくださいね、はい、あの怖いというよりちょっと不思議な話なんですよね。これもまああの、まあ、妖怪ではないんやけれどもね、その話をします、うん、あのこれも投稿してもらった話なんですけれどもね、はいはい、あのある夏のことなんやけれども、はい、あのまあ、A さんという男性が、うんうん、あの友達と2人でね、うん、あの関東のある県の湖にバス釣り、バスフィッシングで行きよった、はい、で、まあ、それの帰りのことなんですけれども、はい、その車で2人で行ったんやけれどもね、うん、あの県境のまあ峠を抜けないといけないということで、その県境の峠に差し掛かってたわけなんですよ、はい、まあ、夜遅いんですけどね、うん、でせやけどその峠というのは、まあ、昔からいろいろとその噂のねある峠やったらしいんですね。心霊スポットとして噂があったんですか？そうそうそう、あの、うん、そこまで有名じゃないんやけれども、あの地元の中ではなんかここには変なものが出るでとかね、変なもん見たわみたいな、そういう噂がちょこちょこあるような峠らしいんですよ、うんうん、でせやけど、まあ、あのその A さんというのはいわゆるその心霊ね、あの幽霊とかそういったものに全く興味がなかった、はい、うん、まあ、そういう噂があったとしても、そのそこが心霊スポットであるかどうかなんてどうでもええと、うん、もうそんなもん俺は関係ないんじゃ、でも気にもしてなかったわけね、うん、でそれやから、まあ、その車の中のカーステレオからね、うん、なんかその、うん、激しいハードロックが流れてたりいうような感じで、うん、もう完全にその外の世界とは、あ、真っ暗な外の世界とは隔絶したような感じでね、あの車内で、うんうん、あの今日はもう一つ連れなんだなみたいな話多分してたんやろな、うん、そんな感じでこう、うん、家中を急いでたわけなんですよ、うん、でまああの峠からね、その、あ、その峠をこう越えるための直線道路に入っていたわけでね、うんうん、で、あ、もうすぐ峠の頂上に近くなっていくなというふうに思ってたら、うんうん、前方からね、峠をこう歩いている人がいるわけやねんな。お、うん、真っ暗な真夜中にね、うんうん、で、まあ、運転手が、おい、誰か、こんな世の中に誰か歩いとんぞみたいな感じで、ちょっと呆れとったんやけれども、うん、こんな山の中、誰や、俺、地元の人かなとか言ってて、で、まあ、今日かなり離れてるんでね。うん、あのよく分からなかったけど、やっぱり路肩をとぼとぼとこう歩く人がおる。でせやけども、その人はどうもその向こう行ってるやつに、その車の方へ向かって歩いてきてるような感じがしたね。どん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 こう姿がね大きくなるわけやね、うん、うん、で見たら、おなんか大きな荷物を背負ってるなあいうのが分かったわけ、うんうん、で2人とも思ったのは、あそうか、これ登山する姿勢やなというふうに思ってね、うん、あのでかいリュックを背負ったような、うん、あの黒いシルエットやったから、あそういうふうに思った、うん、であの実際この峠の近くには、あの奇岩で有名な、まあ、山があるらしいんですよ、うん、でまあ、登山家にはね結構人気な山があるんで、うん、やっぱり行く人やろうなというふうに、まあ、2人ともとっさに思ったわけ、うんうん、から、まあ、そういうあの黒々と四角いシルエットをしたあの大きな黒い影がこっちへ来るので、まあそういうふうに思ったわけやねんけれども、
まあ、山一部なんでね、あんまりこうセンターに近いところ走ってると、その登山者の通行の邪魔にもなるということで、できるだけその左側を歩いてきよったから、センターをまたいで、車を避けたわけやねんね、はい、でその時に、はい、友人の運転してた友人がね、うん、突然声が上ずったわけやねんね。お、何か言ったら、うん、あれ嘘やろって言う。だからロックを聞いてたね、カーセレブでロック聞いてて、うん、ぼんやりしてたその A さんが、あーなんやねんって大きい声出してびっくりするやないかっていうふうに言ったら、ちょうどその助手席から友人の方に視線をまあ向けてそういうふうに文句言うたんやけれども、それはちょうどその車と例の登山者がすれ違う瞬間やったんですよね、だからちょうどそのタイミングよくフロントガラスの左半分から助手席の窓にかけて、その登山者の姿がコマ送りの映像のようにゆっくりとこう後ろにね、歩いて流れていくような、そういうような状態でその登山者の姿が見えたわけなんですよ、でその友人がね、うわーっというふうに大きな声を出したその登山者の姿を見て、その A さんもうわーっと思ってしまった。それを何か言うと、最初は畳かと思ったらしい。どういうことですか、畳、畳で、もっぺんよく思い出して見てみると、畳のような四角く大きい頭をしてたらしいんですよ。へぇー。だからね、なんか平べったくてね、もうありえないほど大きな四角形の顔、へぇー、頭、それがね、その助手席の窓からぐーっとこっちの方を向いて、外からっていう感じで笑ってたらしいんですよ。なんでそうなの？と車がもうすれ違っていったんやけれども、もうとにかく2人パニックになってね、うわーって言って、もうそれこそ恐ろしいのでバックミラーも見ずに、もうアクセル全開で必死で峠道をもう走り降りたと、いう話なんですね。結局あれは何やったのかは分からないという。いやー、これは気持ち悪いですね。そうなんですよ、畳、もう畳と思うぐらいのでかい四角い頭でね。大分県の薄木に顔が三角形の三角男が出たっていう話がありました。三角もおる三角もおるし四角もおるしいろいろおると。丸はもちろんおるからな。ねえ、そらおりますよ ね。いやでもわけわからんですね。そうなんですよ、これはわけわからへん。人の霊なんですか、そもそも。いやー、それもなんか歩いてた言うからな。それが最初はほんま登山者と思うぐらいその人の姿にと思ったらしいことね。人間ではないでしょうね。人間ではないやろな、そんなのな。畳か、いや見たらびっくりするだろうな。ええ、いやー、どうも面白い話ありがとうございました。いえいえ、このぐらいです、もうこのぐらいのね、こういうなんか不思議系の話が最近好きでね。いや、そっちの方がいいですよ、やっぱり。ねえ、面白いもんね。なんか変に説明臭いオチがつくと嫌な時ありますよね。なんかね、そう、うん、そのオチを言うために前半あったんやろみたいなね。ああ、伏線回収やろそうそう、もうあれは飽きませんな。ね、ああいうのはちょっともう縮小やね、縮小気味になってきたね。そうですね。あれ、告知をお願いしたいんですけど、ちょっとメールマガジンもう一回 PR してください。 ありがとうございます、はい、大曲どき物語という怪談、実は怪談投稿のねメールマガジンをもう二十数年間発行してまして、月ね、10日20日30日の3回発行してます、はい、今のところね、はいはいはい、で無料ですので、はい、もし、
無料で購読読んでみたいなという方がもしいらっしゃいましたら、あのネットで、大曲どき物語というふうに検索してもらえれば、まあ、雲国際でも大丈夫です。マグマグさんでしたっけ、マグマグさんでしたっけね、んマグマグでやっとんでしたっけ。あ、マグマグと、それとあのあれです、あの自主配信。ああ、なるほど。うん、であのホームページがありますのでね、大曲どき物語の、そのホームページから、うん、申し込めるようになってますので、はい、もしよければ。僕のファンが1万5000人ぐらい、あのメルマガやってますんで、そのファンを流すってことも可能だと思いますんで。ありがとうございます。ね、もうまた、はい。で、総の理由で。あ、そうですね。ね、それはもう私鉄沿線みたいな感じでね。そう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 。こんなご時世やから、一生懸命やってかないと。あの僕またあのこれ雲国際さんの出演会2回に分けて放送しますので。あ、そうですか、ありがとうございます。 URL が確定したらまたお知らせしますんで。はい、了解です。ぜひ告知をよろしくお願いします。はい、分かりました。他にあのイベントとかはどうですか、今後は予定されてるんですか。イベントはね、今あれね、そのこのコロナのこれがまだどうなるか分からへんので、もうずっと自粛ですわ、はい。一応東京と関西と両方やってましたよね、前は。うん、あのやってたんですよ、あの関西と東京でね、うん、年間で両方合わせて10本ぐらいやったかな。あ、うん、そやけどもうここ2年以上やってませんね。いやー、まあしゃあないですけどね、オミクロンのせいでね、うん、そうなんですよ、うん。まあちょっとオミクロン株が落ち着いたらまたやろうかって感じですかね。そうやね、うん、またちょっと様子を見て、はい、うん、はい、じゃあそう思ってます、はい。大曲どき物語、皆さん呼んでくださいね。ありがとうございます、よろしくお願いします、はい。イベントとかもぜひそれで告知をしてください。それで、ね、みんなあの聞いてる方は皆さん行ってください、よろしくお願いします。おきり、あ、どうもありがとうございました。どうもおきりでした、ありがとうございました、はい、すいません、失礼します。はい、はい、お願いします。はい、雲国際さんでした。大変懐かしい方ですね。いや本当にね、もう接点がちょっと関西と関東で分かれてますから、あのね、仲良く以前はしてたんですけども、最近は全然交流がなくなってしまったんで、本当寂しい限りですね。でもね、まだまだね、雲国際さん70代になっても頑張っておりますので、僕も見習わないといけないなと思っておりますね。皆さんぜひ僕の方からも大曲どき物語をお勧めしますので、一度覗いてみてみてください。なかなか面白い怪談が読めると思いますので、ね、まあこれはね、まあ雲国際さんが話してくれたようなオチがない、え、何やのあれ、今何やったのあれ、どういうことっていう、そういう会談をやっていこうというふうに20年前雲国際さんと山口敏太郎は誓い合った仲なんで、ね、盟友として、ああまだブレてないなと僕は思っております。はい、ぜひともね、また今後また協力体制ができるんであればよろしくお願いいたします。それで怪談王の方にもですね、ぜひ今後雲国際さんの読者を代表として送り込んでもらえるとか思っておりますので、勝手に思っておりますので、まあもしチャンスがあればよろしくお願いします。はい、チャンネル登録確認してください、勝手に外れてる場合があります。それから、ご友人、お身内、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんで、おすすめの番組ないという場合は、ぜひアトラスラジオをプッシュしてください。皆さん、お聞きの皆さんが一人誘ってください。聞いてるみんなが一人友人を誘うだけでね、チャンネル登録者が増加しますので、皆さんぜひともよろしくお願いします。それからですね、アトラスニュース、こちら我が社の方で経営しておりますニュース媒体、
長谷川という担当者がやってるんですけども、以下ライター十数人が書いております。非常に面白いニュース、ユーマジュース、UFO ニュース、都市伝説、陰謀論などなど、まあ各種、まあ怪談なんかもありますけどね、やっておりますので、皆さんぜひアドラスニュースも携帯のお気に入りに入れてお読みくだされば幸いかと思っております。皆さんよろしくお願いします。はい、サイバーアトランティア、こちら有料メルマガになっております。有料メルマガ、まあね、こういうご時世でお金をいただくのは申し訳ないなと思ってるんですけども、それだけ面白い情報、有益な情報を巧妙に出しております。いろいろ大変なんですよ、圧力かかって。だから、いやこれ俺の記事じゃないんだけどねとか、これこの人から投稿ですっていうのはふりをしながら、苦しい中で他人のが投稿したふりをしてるとかね、他人の引用文を使うとかね、非常に巧妙にやっておりますので、ね、さあ闇の権力に睨まれそうで、まあまあまあ睨めてますけどね、ぜひサイバーアトランティアお読みいただければ幸いかなと思っております。ということで、不思議な体験、霊体験、心霊体験、妖怪体験がございましたら、ぜひ山口敏太郎までご投稿ください、ね、タイムトラベル体験も待っております。メールアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp までお願いします。それからですね、まあそういうことなんですが、あの心霊写真とかね、 UFO 写真も募集しております。千葉県船橋市新高根 6-27-2 株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまでお願いします。それでは皆さん、桜舞い散る春がやってきました。4月です。頑張りましょう。4月になってますます頑張ろう。今年はもっともっと頑張ろう。山口敏太郎です。ポジティブにいきましょう。それでは皆さん、さようなら。次回もあなたと不思議の世界でランデブー。山口敏太郎でした。それではありがとうございます。